2013年までの本社、しり観光ホテル、同等観光開発株式会社とは、北海道しり市に本社を置き、船舶事業を行う企業である。しりから知床への観光船就航を目的に1961年に設立され、翌1962年より就航した。同年には、名古屋鉄道が資本参加し、名鉄グループ入り。同時期に、 名鉄参加となった阿波尻温泉センターの営業も行うこととなった。名古屋鉄道保有の株式は2012年4月2日付で、北海道阿波尻市に本社を置く高橋へ譲渡され、約半世紀ぶりに地元資本による運営となった。事業所は本社、阿波尻営業所、ウトロ営業所があり、本社以外は各観光船営業機関のみ営業を行う。 4月下旬から10月は、シャリ郡ャリ町で、知床観光船。1月中旬から3月は、シリ市で、シリ流氷観光祭氷船を運航する。両方とも同じ船舶を使用、オーロラと、オーロラ2が就航する。営業開始当初から運航する知床観光船は、かつてシリから出航する。 定期航路でありラウス町まで運航した時期もあったが、知床峠開通など道路状況が改善されて、以降はウトロ港発着の観光周遊航路で運航される。伊王山航路と知床岬航路の2航路があるが、状況により短縮される場合がある。網走流氷観光再標線は、1989年に就航計画が発表され、1991年より、 運行される。所要時間は約60分で流氷の状況により、航路を変更するが、1995年に発生した立ち往生事故により運行規定が見直され、状況により短縮される場合がある。網走市,市中心部で1956年より営業する寿司店、食事どころ寿司安スを運営。2015年4月に運営会社である。 有限会社寿司安の経営危機器が表面化し、事業を買収した。2013年まで、網走市予との網走湖畔温泉にて、網走観光ホテルを運営しており、ホテル内に、同等観光開発の本社があったが、2013年に、横浜市のブリーズベイホテルに売却し、運営から撤退している。ト床観光船大落網走港の急乗り場に、 停泊中の網走流氷観光祭氷船、ウトロ港に停泊中の知床観光船、ありがとうございます。